島原鉄道キハ2500系機動車は、1994年に登場した島原鉄道の機動車である。本記事では、2001年に登場した、本形式の改良装備形式である、キハ2550系機動車と、キハ2500キハ2550の改造により、誕生した、キハ 2500A 型機動車、キハ 2550A 型機動車についても記述する。 1990年代に入り、老朽化が進んでいた、キハ55系、キハ26系、キハ20系の置き換えを目的として、新潟鉄工所にて1994年に5両、1997年に5両、2000年に3両の、K13 両が製造された。新潟鉄工所の警戒機動車、NDC シリーズの第二世代にあたる車両で、 基本的な車体構造や性能は、九州旅客鉄道のキハ125系機動車に、準じている。また、入線当初より、ワンマム運転対応設備を備えていた。2001年には、保安ブレーキを2重系統化した、改良形式である、キハ2550系2両が製造されている。2011年には2009年の踏切事故により、 運用を離脱した2512の代替として2553が増備されている。2013年には2512を除くキハ2500経全車とキハ2550の2551.2552の自動ドレン分雪及び除湿装置にヒーターが設置された。改造に伴い車両番号の末尾にアルファベットの A が付記され、 形式名もキハ 2500A、キハ 2550A と改められた。車体は新潟鉄工所の警戒機動車標準型18メートルタイプで全構成。基本的な仕様は1993年登場の JR 九州キハ125型に準じているが、キハ125ではトイレが設置されなかったのに対し、本形式では諫早川の車端部にトイレが設置されている。 側面窓は二段式のユニット窓で客室側に横引きのカーテンを備えている。車体塗色は島原半島の大地の実りと安心・安全への願いが込められたイエローを基調にアクセントとして裾部分をブルーの帯とした。また、車体の両側面には島原の子守歌にちなんだイラストが描かれている。車内は床面、壁面をグレー基調。 座席はパープル基調で、座席配置は中央部に2列プラス2列、もしくは2列プラス1列のボックスシート、車端部はロングシートを配置したセミクロスシートとなっている。なお、キハ2500系三次車と改良形式であるキハ2550型は座席配置の変更により定員数が減少したほか、室内の排煙筒が赤く塗装されている。 冷房装置は、機関直結式の AU26J 型を、暖房装置は、温水温風ヒーター式の WH-55、R-1 がそれぞれ搭載されている。機関は、新潟鉄鋼所製の鉄道車両向け直噴式、ディーゼルエンジンである、DM 十 13Hz が1機搭載されている。変速機は、変速1段。 直結2段の液体式タクン -22 から1610台車は密封式塩水コロジック受けの空気バネ、ボルスタレス台車 NP126D、NP126T NP が装着されている。1994年12月21日より一般営業運転に投入された。運用当初は南島原駅北での固定運用であった。 設計当初からキハ20型をはじめとした既存車との総括運転が可能であり、2002年からはトロッコ列車、島鉄ハッピートレインの牽引車としてキハ2 0系2 0 1 1とともに2007年の同列車廃止まで運用された。キハ2 5 0 0系2 5 1 2は2009年8月にアズマコビで発生した踏切事故により運用を離脱。 損傷が激しかったことから2014年3月付で廃車となった。2512の代替として2011年に2553が新造され、同年3月12日より運行を開始している。2014年現在、キハ 2500A 型12両、キハ 2550A 型2両、キハ 2550K1 両の、K14 両が在籍している。 島原鉄道の全列車に使用されており、全車ワンマン運転に対応している。キハ2504は一時期ラッピングを施し、幻の山大国号となっていた。2014年4月より一部車両に、企業、個人等がデザインしたヘッドマークが設置され、列車命名オーナー車両として運行されている。 2016年1月には、キハ 2500A 型 2505A の塗装が、1986年から2008年まで、同社のキハ20系統に採用した赤パンツ、島鉄標準色と呼ばれる塗り分けに変更された。同社は2018年に引退が予定されており、引退までの花道を飾りたいという同社社員の要望から、塗り替えが実現したもので、2018年までの、 約3年間に限りこの塗装にて運行される予定である。島原鉄道キハ2550系機動車に関するカテゴリー。ありがとうございます。